アキラは日本のプロレスラー、俳優。本名、野上アキラ。プロレスラーとしては魔界に所属。俳優としては、アキラの神の名前で、浅井企画に所属している。1984年、新日本プロレスに入門する。同期には、武藤慶治、橋本真也、長野正弘、船木正勝らがいた。福岡県立久留米体育館における、武藤慶治戦でデビュー。 船木正勝と組タックで UWF の安城陽次、中野達夫組と好試合を連発し、前座を沸かせる。その後、欧州武者修行を経て、凱旋帰国と同時に、第16代 IWGP ジュニアヘビー級王座をダッシュ。この頃、東京ドーム大会で、練習師風のコスチュームで熊取りを施し、アキラとして試合を行ったこともある。その後、体重を上げて、 ヘビー級に転向、飯塚隆と JJ ジャックスを結成した。1996年にコンビを解消し、平成維新軍の一員となった。1998年以降、試合の影響で網膜剥離を患う。レスラーとしては、セミリタイヤ状態となり、俳優業を開始。しかし、当時欠場中だった長野に誘われ、チーム2世に、 ムービースターの二つ目で参加。アキラと完全に解明し、オブジェを顔面に接着したような風変わりな覆面で、試合に乱入、俳優経験を生かした高いアピール力と弾けたファイトぶりで高い会場人気を得た。その後は、ジュニア戦線に主戦場を移し、金本浩二やミノルとの対決は常に名勝負となった。2004年には新日本プロレスから、離脱 フリーとなって全日本プロレスにスポット参戦し、当時和林が保有していた世界ジュニアヘビー級王座のタイトルに挑戦した。アキラが初めて全日マットに上がった際、二足のわらじを履いているからといってどちらもおざなりにせずプロレスをしていた姿を見た、口正信は絶賛しきりであった。それ以後は、週刊プロレスの当時のインタビューコーナー、超能王国で、 司会の長野に対し、全日本で自分の居場所を見つけたと発言、全日マットをメインに活躍した。その後、泉元屋のプロレス進出にあたり、トレーナーとなった。これを足がかりとして、ハッスルマニアで設置い鬼瓦軍団の一人として、ハッスルに初上陸、クリスマススペシャルで、ハッスルに正式参戦した。2006年に、 近藤修二の保有する世界ジュニアタイトルに挑戦、敗退するもののその日のベストバウトとして高い評価を受けた。ビッグマウスラウドにも参戦している。また、知人の紹介で、マッスルル井、鶴宮門と遭遇し、マッスル名物のスローモーションを見て、俺ならもっとうまくできると発言し、マッスル11にも参戦した。2007年8月26日に行われた、 新日本プロレスの CTU 解散工業で3年ぶりに新日本に参戦。また長野正宏、長州寺から率いる新たなユニットのレジェンド軍のメンバーとして活動している。2008年2月17日、フリーとなってから初タイトルとなる IWGP ジュニアタッグ王座をダッシュ。2008年4月、内藤哲也。 ユージロう組から防衛するも、現在はタイトルを落としている。2010年5月29日に新宿フェイスで行われたスマッシュ3より、ジリからの要請で、ワールドトライアウトマッチの査定管理役を任されることになり、以降スマッシュにレギュラー参戦。同年9月24日に、同じ新宿フェイスで行われたスマッシュ8では、メインイベントに出場し、スターバックの保持する、 FCF 王座に挑戦するも敗れた。2010年12月にはフィンランドに遠征し、11日にヘルシンキで行われた FCF の大会、トルビソッタ V にて、スターバックと再戦し、勝利する。2011年6月、初代スマッシュ王座決定トーナメント1回戦で JJ ジャックス時代のパートナーだった、飯塚隆とまさかの再会を果たす。 試合が決まった後、アキラは、俺の中に悪魔がいるなど、明らかに平常心ではない行動や発言が目立って、いたが、試合当日は、頭髪の右側半分のみ反り上げ、顔には、白と青の悪魔ペイントを施した姿で登場し、見る者の度肝を抜いた。試合でも普段とは異なる狂乱ファイトで、飯塚を圧倒するも、結局飯塚がヒールの名誉と言える。 反則負けを選び、試合に勝って、勝負に負けた形となってしまった。2012年4月5日、タジリイカモトスマッシュ所属前選手、レフェリー、練習生と行動を共にし、新団体、レスリングニュークラシックに参加した。現在は、WNC の他他団体にも出場中の未だ、健在の選手でもある。二千十四年六月、音楽とプロレスと演劇を融合した。 イベント、魔界スタート、7月1日より、田尻、小玉祐介、土井隆黒潮イケメン、二郎、藤原ライオンと共に、レッスルマイナス1に移籍した。10月10日、アキラ30周年記念生前奏として、プロレスと演劇を組み合わせた、地獄から来たチャンピオンを、新宿フェイスで開催した。2015年11月、劇団、劇団、 ボディプレスを主催することを発表。記者会見を行った。2016年6月30日、契約満了につきレッするマイナス1を退団。2017年2月より、プロレス活動における所属を魔界とする。持ち前の柔軟で伸びのあるバネを生かした、超躍力と美しいフォームから繰り出す飛び技が、クローズアップされがちだが、一点集中攻撃や相手を、 光らせる術にも長けた試合合合でもある。また、人一,一倍研究熱心で一つ、一つの技にこだわりを持っている。プロレスの試合の影響で、網膜剥離となって、以降、当時の妻の勧めもあり、役者を志す。1998年から役者として、数多くの舞台、映画、ドラマに出演している。2000年に放送した特撮ドラマ、仮面ライダー空画では、 その屈強な体を生かし、最主怪人、ツザインだの人間体を演じた。プロレスラー復帰後も、芸能活動は続けており、プロレスラーの H ファッションブランドの図下との、コラボレートユニット、ザの結成、パラパライベントのプロデュースなど、多方面にわたり活躍している。2006年度の NHK、外国語講座スペイン語会話に、生徒役の一人として出演していたが、 面接試験が苦手だったことが響き5月25日付の放送で二人目の追放者に決定してしまった。ありがとうございます。